前回の投稿からちょいと間隔空いちゃいましたが、今回シリーズ第3弾目、斎藤佑樹をうまくリードし大谷翔平を抑える模様というものをお届けできたらなって思ってる。自信はあんねん。結果どうなるかわからへんけど。バックの守りに関してはパリーグゴールデングラブ受賞者ですね。2020年のこれ奇数回はパリーグ、偶数回はセリーグっていう感じでやっていこうと思います。斎藤佑樹思いのほかいい球投げてきてくれてるんで、まああとは俺にその斎藤佑樹をうまくリードする技量というものがないからダメなんですよ。ただ過去の2回を経て大体抑えるコツというのが分かってきました。前回も言いましたけど、やっぱこのカットボールインハイのこの球は絶対に大谷を抑えるために必要な球で、あともう1球このチェンジアップアウトコース投げる、この辺、完璧に決まる。この2球があれば抑えられる。空振り三振だって奪えるってことは分かったんですよ、第2弾目。あとはそこに投げてきてくれたらいいんだけどね。完璧な投球をしてくれてるね。じゃあこの調子で本番でもよろしく。第1打席目、ここでいきなり打たれたらあかんからな。5打席すべて抑えるのがこのシリーズの目標や。相変わらず強そうなオーラ保っとるけど、出しとるけど、斎藤だって負けてねえぞ。このバッテリーで抑えんねん。もちろんこれも最初の1球目はカットボール。この辺の球。よしよし、このファーストストライク大切。これ打たれたら終わんねん。でもこれで1球ストライク取れたので、この後にいきなりチェンジアップっていうのはちょっと早すぎるような気がする。やっぱね、2ストライクまではカットボールでカウント稼いでいかないとダメ。同じコースになるがちょっとボールになるやつを見せて見せて、でもう1球これ次ストライク入れる感じ。ギリギリとこない。ちょっとでも真ん中周辺だとあかんかな。飛んだね。今回も飛んだね。いっぱい飛んだね。いっぱい出したね。いきなり出すなよ、お前。なにこれ、終わった。終わった、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 終わった。やり方が間違ってんだよね。打たれるってことはね。斎藤佑樹はリードに応えてくれた。でもそのリードがあかんから、こういう結末になって、今回も終わった。過去通じてたものが一切通じなくなる。この男、常に進化し続けとるね。怖えわ。抑えるの無理やで、これ。ちょっと過去の成功体験をポジりすぎてるのかもしれないね。確かにカットボールで抑えた瞬間はありますけど、打たれたところも多いね。事実それ打たれたしね。だからやっぱいろんな球種試していかないとな。斎藤はストレートを含めて4つ持ってるわけなんで、例えばこのフォークとか全く使ってないんですけど、使ったり、このストレートだってカウントを稼ぐ際に使っていかないとダメだと思うんですよね。全力ストレートとかも。これを押してみようと思う。あまり使ってない球種をね。全力ストレートをアウトコース。真ん中に寄ってる。あ、でも結果として抑えた。130くらいのストレートで大谷翔平抑えれたね。案外これが良かったりすんのかな。もちろん次の対決でも要求するよね、全力ストレート。その前にね、これ流し打ち警戒にしておこう。流し打ちに警戒にして全力ストレート、同じコース要求したいと思います。さっき若干外れてたからね、真ん中付近になってた。おーし、今127キロだったけどね、全力それでも見逃してきた。じゃあこれ次何いく。さすが2球とか3球続けると危ないんで、この辺でやっぱちょっと緩急的に惑わしていきたいんで、チェンジアップを。あ、うわー、でも今相当甘いコースだったけどね、空振り取れてよかった。やっぱ緩急やね、大谷を抑えるためには。この流れでちょっとチェンジアップよりもさらに速いカットボール微妙に動かして、ちょっと今のはいいとこ投げてほしかったな、正直。で、もう一球チェンジアップいってみようかな。さっきみたいに空振り。いや、ちょっと待って、全力ストレートをこう高めこの辺に見せておいて、見せた流れで、このチェンジアップをアウトコース。あ、まいんだよな、取れ、あ、取れた、よかった。はい、オッケー。これまで全く使ってなかった全力ストレート使い出した途端、この2つ連続アウトやからね。あれれ、大谷翔平の弱点見つけちゃった。斎藤佑樹の全力ストレート打てない系ですか。全力ストレートをまたアウトコース。まあ、ちょっと同じコースばかりになるんですけど、それで抑えられたらいいんだよな。やっぱりね、この辺の反応ってやっぱ鈍いんですよ、アウトコース低めね。この後ね、全く使ってないフォークもちょっと投げてみようと思うわ。まあ、これボールになるやつでいいんだよな。フォークって一番出塁率高いから、ちょっと投げるのリスクいるんだよね。だからあんま使わないんですけど、まあ、こうやってね、ちょっと見せ玉的に使った後にもう一球全力ストレート。アウトコース行ってみようかな、アウトロー。強い。でも取れたわ。はい、3つ連続アウト。イエイイエイ。今、流し打ちシフトの影響でアウト取れましたね。これ、セカンドがセンターに寄ってるでしょ。だから取れたね。本来抜けるとこなんですけどね。打球スピードも速かったので。こうなったら、始まりの一発が悔やまれるわ。このシリーズ、毎回1打席目打たれとんのよ。第2弾目、第1弾目、そしてこの第3弾目とね。いきなり打たれたら、そこでもうこのシリーズは負けになっちゃうんで。そこで打たれなかったら今楽しいのにね。抑えてる抑えてる。さあ、じゃあ最後の5打席目抑えて勝利なるか。
ーっていうワクワクドキドキハラハラがあるのにないよね。今それいきなりホームランかっ飛ばされたから。さあ早くも次が最後、第5打席目です。ここまで3つ連続アウトを奪ってますが、4つ連続でアウトを奪うことはできるのか。もちろん最後までこの全力ストレートを押し続けていきたいなと思います。でシフトに関してはこれ流し打ち警戒にしておいてね。よし行ってみよう、全力ストレートを。おなじみのここ大きい球打ってきて、どやショート、足が速い大谷翔平と、あと送球そろえてたし、うわー打球は抑えてるんだけどな。大谷翔平の走力、まあ記録ヒットなんで送球そろえてなくともセーフってことよね。これがあるからこのシリーズは難しいよ。ただホームラン打つだけの選手ではない、足も速く内野安打だって多いんで、打ち損じたとしてもこのパリーグのゴールデングラブ受賞者が守っていたとしてもセーフになって結果ヒットで斉藤の負け、これから先もいっぱいあるでしょうね。